えー、そして明日の卓研の試験頑張ってきます。そうですよね。明日、卓研。まあ、あのー、今23時49分。寝ましょううん。あのー、ね、やっぱり睡眠って大事ですから。睡眠をとることによって、しょうもないミスっていうのは減らせるし、その溶けてたはずの問題を落としてしまうっていうのがすごくしんどいよね。で、まあ、翌日のね、朝とか、どういうふうに過ごすかっていうのはもう人それぞれだと思うので、僕はもう最後までの最後まで詰め込んで、 よしやるべきことはもう本当に最後の最後の1秒この瞬間までやりきったし大丈夫でしょうって思えるようにしてたんですけどまあ人によっては例えば今まで頑張ってきたなっていうことを思い返しながらこう自分の気持ちを高めていくとかいろんな人いると思うのであのまあプレッシャーに感じすぎず楽しんで受けてきてもらえたらなと思います頑張ってください